イッソスの戦い。イッソスの戦いは、紀元前333年10月に起こった、アルゲアス朝、マケドニア王国及びコリントス同盟の連合軍と、アケメレス朝、ペルシアの戦いである。この戦いは、アレクサンドロス大王の東方遠征中に生じた、戦いの中で2番目に大きな戦いであり、マケドニアの軍は、ペルシア軍を打ち負かした。 グラニコス川の戦いにて、ギリシャの同盟国が、アナトリア半島のサトラップを打ち破った後、ペルシャオーダレーオス三世は、軍の指揮を自ら取ることを決めた。彼は軍を増強し、ギリシャ軍の背後の補給線を断ち切るように、進軍した。アレクサンドロスはこれに対抗するため、軍を引き返し、ピナルス川川口近くの一ソスで、戦闘準備を行った。この戦いは、 古代のイッソスの南で行われた。イッソスは現在、イスケンデルンという町の近くにあり、近くにピナールス川という小さな川が流れている。なおイスカンデルンはトルコ語でアレクサンドロスを意味しており、この町はアレクサンドロス大王の勝利を記念して作られた。この場所は 2.6km の間にイッソス湾と山に囲まれており、ダレーオスは軍業の優位を利用することができなかった。 古代の歴史家はデリタイ川がピナルス川であると信じていたが、ハモンド、NGL ハモンドとアンドリュー・ディバイン、アンドリュー・ディバインは実際はデリタイ川はパヤス川であったと主張している。ハモンドらは川の流れの調査を行い、川の流れが古代から劇的に変わったとは考えらないと主張している。これらの証拠はマケドニア軍に同行していた歴史家カリスティニーズの戦場の記録。 シケリアのディオドロスによる戦闘前の両軍の行軍の調査に基づいている。紀元前334年にアジア遠征に出たアレクサンドロス率いるアルゲアス朝及びコリントス同盟の連合軍以下マケドニア軍はグラニコス側の戦いでペルシアの地元サトラップが率いる軍勢撃破し小アジア全体を征服するために進撃を続けた。タルソスに滞在している時に ダレーオスがバビロンで大軍を編成しているとの情報に接した。ダレーオスがイッソスワンまで到達すれば、地中海に残っているファルナバズスのペルシア艦隊の援護を受けることができるため、アレクサンドロスはペルシア軍に先んじてイッソスワン沿岸を占領すため、パルメニオン率いる一帯を差し向けた。11月に入り、アレクサンドロスはペルシアの大軍がシリアに入り、 そこいにいるとの情報に接し、軍勢を集結させて、イッソスからシリアモンを抜けて、南に進軍することにした。ダレーオズはパルメニオンがシリアモンを制圧したことを知っており、アマノスモンを通ってきたからイッソスに向かうことにした。ペルシア軍はイッソスを抵抗なしに占領し、その地に残されていたマケドニア軍の全商病兵の腕を切り落とした。ダレーオズは、 マケドニア軍の背後を遮断し、海岸沿いの狭い平地に布陣して北上してくる、マケドニア軍を待ち受けた。アディアノスやプルタルコスのような古代の歴史家は、ペルシャ軍は、総勢60万であると推測した。一方、シケリアのディオドロスや、ユニアノス・ユスティヌスは、総勢40万と、クイントスルーファスは25万だと推測した。 現代の歴史家の推定では60万は多すぎ、補給の点からこの戦いで10万以上の兵を展開することは難しいという議論が行われた。ハンス・デルブリュックはペルシア軍は最低2万5千で、多くとも総勢約10万で、不評に加えて1万千の騎兵、1万の不死隊、1万のギリシア傭兵を要していた。ジョン・ウォリーは 総勢10万8000と推定した。マケドニア軍は、ギリシアの同盟軍を加えても4万に満たなかったと、される。ある推定では2万2000の重装不評、1万3000の軽装五千5850の騎兵である。ペルシア軍は、右翼と左翼に、騎兵、中央にダレオス率いるギリシア洋兵、ファランクス、不死隊、この駅兵を排した。 これに対しマケドニア軍は、左翼にテッサリア騎兵、中央にパルメニオンの率いる重装不兵、ファランクス、右翼にアレクサンドロス率いる重装騎兵、ヘタイロイが布陣した。まず海岸側のペルシア軍の騎兵が川を渡って、パルメニオンの部隊に襲いかかり、戦闘が始まった。アレクサンドロスの右翼は2年後のガウガメラの戦い同様戦闘の焦点となった。 左翼では、パルメニオンが、数で優勢なペルシア軍の攻勢を支え、その間にアレクサンドロスは、騎兵部隊を率いて前進し、敵の前線を突破する。その後、すかさず敵中央部隊を包囲するように、攻撃した。まず、アレクサンドロスの率いる精鋭不評部隊は川を、渡って攻撃し、ペルシア軍戦線に裂け目を作り出す役目を担った。アレクサンドロスが徒歩で川を渡ったのは、 山に近い箇所では、川岸が急斜面になっているため、騎兵が戦列を維持したままとかするのが困難だったからである。アレクサンドロスの迅速な攻撃が、対岸のペルシア騎兵を無力化し、カルダケスの戦列を崩した。さらに、不評部隊に続いて、ヘタイロイ騎兵部隊が続いて対岸に渡り、ペルシア軍最左翼のメディア人、ヒルカニア人騎兵部隊を攻撃した。一方、 海岸側ではペルシア騎兵の大部隊がマケドニア軍を圧倒していた。しかし、マケドニアの人形が崩れそうになるたびにテッサリア騎兵は隊列を組み直し突破されることを防いだ。海岸側においてペルシア軍は数の上でマケドニアを圧倒していたが、わずか500メートルほどの範囲に3万ほどの兵力を集中させたために十分な展開ができず実際に交戦した騎兵は 全体のごく一部に止まった。アレクサンドロスは、ペルシア軍左翼を崩壊させると、自軍の中央と左翼が苦戦し、一方ペルシャのギリシャ人の傭兵部隊が崩壊している、様子を知り、騎兵を左へと旋回させ、ペルシャ軍中央のダレーオスへと突進した。アレクサンドロス自身に攻撃され、ダレーオスは、戦場から逃走した。ペルシャ人は、自らの王が逃亡し、 この戦いに負けたことを悟り、持ち場を離れて逃亡し始めた。マケドニアの騎兵は夜になるまで逃亡中のペルシャ軍を追撃し、バラバラになって敗走するペルシア軍を相当した。多くの古代の戦いと同様に、この戦いの後、キリシャ人の追撃によるペルシャの虐殺が行われた。この戦いは、騎兵部隊の活躍によって、全面的な勝利を収めることができたが、 近代に至るまで滅多に見られる形ではなかった。マケドニアの騎兵がペルシアの右翼を突破して中央の側面を攻撃することができたことがこの戦いの勝因であり、騎兵が戦闘における決定的な意義を持った戦いは、館内の戦い以外に見られないものであった。イッソスの戦いはマケドニア軍の決定的勝利となった。王自ら率いるペルシア軍が敗れたのは、 これが最初でペルシャの衰退の始まりであった。この戦いでマケドニア軍はペルシャ軍に同行していたダレーオスの妻スタテーラ一世と娘のスタテーラ二世とダレーオスの母シュシュガンビスを捕らえた。アレクサンダーは捕らえた夫人は丁寧に扱い後にスタテーラ二世と結婚した。この戦いの後にダレーオスは講和の申し入れたがアレクサンドロスはこれを一周した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。